この間洗浄したクワドラのフロントサスを組んでみます。洗浄とある程度錆を取ったりしました。今回レストアじゃないのでボトムケースとかは外してません。中の洗浄ですね。ボトムケース奥にちょっとスプレー和光図 VG グリスをちょっと拭きます。エラストマーに、テフロングリスをつけます。フィニッシュラインのですね。ボトムケース内に入れます。フォークのキャップですけど、プリロードの部分ですね。ここをまた和光図刺します。スプレーグリスですね。スプレーグリスの方がちょっと粘度がやわいので、低めなので、スプレーグリスがいいかなと思って塗ります。組み付けるときは一番縮めた状態ではめていきます。でここが金属同士で留める部分で、またメンテナンスするときに固着したら嫌なので、アンチシーズコンパウンド、これを塗っておきます。焼き付き防止剤ですね。
ネジがケースにかかったら、プリロードをちょっと抑えて、抑えないと蓋に六角が入らないで閉めれないので、ちょっとプリロードを下げます。で、六角で回して閉めていきます。これはまたプリロードを下げてます。逆側もオイル挿します。あ、ここ今オイルって言ったのオイルじゃなかったですね。グリスですね。アンチシーズン塗ります。グリス塗る方もいると思うんですけど、個人的にはアンチシーズンのいいかなと思って塗ってます。ネジがかかったらプリロードを抑え下げますね。抑えるというか下に下げます。定期的にバラしてまたグリスアップし直したりとかしたいので、焼き付き防止剤の方がいいかなと思います。駆動する部分じゃないのでアンチシーズを塗っておきます。結構ボルトが錆びてたりして固着しそうなので、
キダイザーですね。これでとりあえず組み上げました。ちょ、組んだのでちょっとプリロード戻しておきます。一番やばい状態ですね。やばいところから使う状態ですね。エラストマーでバラしてクリスアップとか洗浄とかメンテナンスしやすいので定期的にある程度塗ったら、まあ、中のクリスも汚れてきたりするのでするといいと思います。まあ、個人的なちょっとメンテナンスで組んでみました。まあまあ間違ったりしてるところあるかもしれないんですけど、まあちょっとした参考になればいいかなと思います。